私が電話をしちゃう前に、別の人の彼女になったよ。今度は一緒にフェスで大はしゃぎとかはしないタイプだけど、余裕だって大人で本当に優しくしてくれるの。別の人の彼女になったようでした。はい、私たち富山スパークリングは、シュワッと爽やかな、邦楽だったり、はい、甘酸っぱいバラードを、主に歌っております。はい、はい、残りあと2バンドとなりますので、疲れてると思いますけれども、盛り上がっていきましょう。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。そして2曲目お送りするのは、社会人の曲を1曲お届けいたします。こうやってね、皆さん楽しんでアカペラやってますけども、まあ、日常生活は結構大変なこともあると思いますが、
社会大変だなっていう気持ちとアカペラ大好きな気持ちを込めてもう一曲最後の曲をお届けいたします。それではお届けします。オフィシャルヒゲダンディズムさんでコーヒーとシロップ。